おっと、相手もノブシか。ノブシ、ランクがちょっと高めのノブシとのミラーマッチですね。ノブシと直接対決したことはないんでね。ちょっとどんな試合になるかわかんないんですけども。まあ、弱攻撃をいかにやってるかですかね。お互いに苦手な部分はわかってるんで。いかにね、強みを生かして戦うかっていう感じですかね。おっと、いきなり突き攻撃を食らってしまう。ただこいつにはおそらく弱攻撃。蹴りを入れて、毒を入れていく。で、ちょっとスタミナが切れたんでね、回復したいが相手はそれを知っている。ガンガン攻めてくるけど、落ち着いて対処していく。で、蹴りを入れて、おっと、蹴りが入らなかった。ちょっと遅かったが。弱が結構通りますね。弱攻撃が思ったより通る。ノブシね、そんなに見かけないんですよね、デュエルやる上には。ドミニオンとかやってる分には何人か見かけるんですけど、デュエルではあまり見かけたことがない。おっと、このマップは左右に穴があって落とされるところですね。ここはあんま得意じゃないんだよな。まあ、弱攻撃をしっかり当てて、しっかりね、ガードしたら、後ろに下がるスキルを使って安全地帯へ逃げていく。さて、スタミナがないぞ。上攻撃食らってしまう。で、後ろ突きのガードからガード崩しして毒を入れていく。これで勝ちですね。ライフゲージが赤しかないんで、ほっといても死ぬっていう。ここで第2ラウンドを取りました。まあ、あんまりやっぱお互いガードしないでガンガン攻めるみたいなスタイルなんでね、いかに弱攻撃を当てた方が勝つみたいな試合にはなってますね。続いてラウンド3。さあ、また橋、狭いところだ。お互い得意なフィールドか。さて、弱からの蹴り。お、これも入りますね。ただあまり相手は蹴りを使ってこないか。あくまで突き攻撃を主体に戦うタイプで、蹴りを入れて。おっと、横ステップ入れてこないな。あまり、対処方法がもしかしたら分かってないのかもしれない。おっと、いでででで。強攻撃に熱くなってしまった。さあ、ステップからの、おっと、危ない。おっとっと、隠密が裏面出たか。あっと、強攻撃食らって必殺技を下げてしまう。隠密もね、結構、場面、要所要所で使えば有効的なんだけど、失敗した時のリスクがでかいんだよね。結構スタミナがね、3分の1ぐらい消費しちゃう。ここぞという時に1回、ポッと入れるぐらいにしておかないと。まずいかな。さあ、気を取り直して第4ラウンド。早めに構えておこう。ただね、隠密当てるとね、かっこいいんだよね。やっぱ決めれるとね、すごく楽しいですね。で、3点突きをするが、スタミナが切れてしまう。意外とスタミナ切れるのが早いんだよな、このキャラ。おっと、これはすんなりと弱攻撃が入ってるんで、結構楽だな。毒一発でも入れたら、おっと、隠密の一発目が相打ちになって、打ち勝ってしまったが。なるほどね。まあ、やっぱりね、弱攻撃入れた数の差で勝ったっていう感じですかね。まあ、次行きますか。